普段育児なしのくせに、一度スイッチが入ると私をぐいぐい引っ張って助けてくれちゃうところが好き。ガチじゃんガチじゃん。お疲れ様です、ムービンです。今回もその恋暫定につきのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートは、恋愛応援委員会で合宿に来ましたと。で、合宿場所でいろいろなイベントがありましたが、まあ例えば、今までの1年を振り返る、恋愛応援委員会の今までの1年を振り返ったり、露天風呂行ったり、ご飯食べたりという楽しみをね、していきました。まあ恋愛応援委員会の報告は別に楽しみでも何でもないけど、ご飯一緒に食べたりとか露天風呂行ったりはちょっと楽しみだったんじゃないですか。楽しめたんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回は、女子部屋デートということで、天神主催のトランプ大会、こいつら勝負事が絡むとろくなことにならない、罰ゲームだけは回避せねばということで、罰ゲームがあるらしいです。やっていきましょう。はい、天神に誘われるがまま女子部屋で開催されるトランプ大会に参加することになった。いいんですか女子部屋。これあれなのかな、顧問と主人公、あと4人のこの女子の方々女子の方々でやってるのかな。はい、まずはじめに行われたのが神経衰弱だ。会場と天神という記憶力お化けのせいで全く勝負にならない。この二人強そうだな、勉強できるイメージだもんねこの二人ね。結局メイの浜は一組も取れずむくれてしまったバブーさんがよ、なんか罰ゲームでもしようぜ。それ罰ゲームさ入れ込んだの君、罰ゲームなんとしても回避しなきゃとか言ってる柳川くんが罰ゲームでもしようぜってさ提案したの。じゃあ負けた人は柳川くんのモノマネはい、めいちゃんどうするんだろう。あ、なんでだよ、それ俺への罰ゲームになってんじゃねえか。恥ずかしいよね、自分のやつモノマネされんの。へっへっへ、俺の趣味は保留にすることだぜ全然ニトラニトラウケんな、趣味ってことじゃねえだろ。しかも目の浜も乗るのかよ、恥ずかしいなこれ。あ、それ私がやろうと思ってたやつ。いや真面目に寂しがるというか残念がらないで真面目に残念がらないで役員さん。私もそれ取っておいたのに嘘、嘘、これそんなに何定番なの、柳川くんといえばこれなの、保留にすることだぜねっとりみたいなそんな印象ありましたっけ。あれ？あら、完成度高いわね。そう？だぜとか言う？だぜとか言いますっけ、柳川くん。いや、それ言ったことねえよ。俺ってそんなイメージだったのか？だってガチ顔してるもんね、この左二人。ガチで天神さんとメイノハマさん。ん？違うな、天神さんと役員さんね。役員さん、ガチ困り顔してるよ。これ、あんまり面白くない。違うやつにしよう。それはモノマネの話罰ゲームの内容の話違うよね、多分神経衰弱が負けまくってるから楽しくねってことだよね。勝手やりだしたくせ文句言うな。あ、やっぱモノマネの話かい次のゲームは、メイノハマの希望でババ抜きとなった。ババ抜きにおいては、天神もリアクション芸人としての才を発揮してしまう。俺でも勝つことができた。何それ何リアクション芸人としての才っていやでも想像できるけどな、なんかどっちだどっちだって引いた時にさ、またババ来たみたいな。何これまたババ来てるんだけどって。ババ2枚入ってないこのトランプみたいな。このトランプ安物じゃないの、バーンってやりそうなんだよな。すぐ安物とか言うからな、この子な。結局負けた井ノ浜がさらにむくれてしまった。負けたんかよ、お前。負けるの好きやな。次の罰ゲームは、柳川くんの好きなところを言うとかどうかしら。さっきの罰ゲームがさ、柳川くんにとっての罰ゲームだったようなもんなんで、まあ恥ずかしいのはね、そう言う人で、かつ、なんていうの、柳川くんがテンション上がるようなことがいいですよね。やっぱり小野城会長さん分かっております。また俺関連？こんなん誰も言いたがらないだろう。言いたがりはしないけどさ、それは罰ゲームだから関係ない。言いたがる言いたがらない関係ないもん。興味ないふりして恥ずかしいやつ待ってくれるところです。わかるな、わかるな。でも本人超恥ずかしいだろうな。言うのかよ、お前らが激しく絡んでくるせいで強制的に構わされてるだけだ。あ、ツンデレかな、やっぱツンデレかな、やっぱ柳川くん。でもなんだかんだ言って付き合いいいですよね。そうね、結局誰かが困ってること助けてくれるよね、ちゃんとね。それは
毎度会長に脅されているからだ。でも脅されてるって言ってるけどさ、引っ掛けが会長なことはあるけど、ちゃんと役員さんのことについて考えて立ち回ってるのって結局柳川くんの人間性だと思うんだけどね。そんなになんだろう、会長に常に、会長がトリガーになることは多いけど、常になんかバックでなんつうの、刃物突き立てられて行け行けってされてる感じはしないけどね。ふふふふふじゃないのよ。もうババ抜きなんてやめて大富豪しましょう。そんな罰ゲームに当たるのは絶対に嫌。天神さん超好きなんだろうな、絶対言いたくないんだろうな。大富豪いいですね。大富豪もやろう。次こそ絶対負けないよ。少なくても役員さんがすげえ楽しそうで何よりです、ね、これまでの合計得点的に私が大富豪よ。大富豪から始めます。はいはい。あ、いいんだ、ご自由にどうぞ。大富豪って一回負けると都落ちつって最下位になるよね。役員というリアル富豪がいるのに大富豪をやるのか。まあ確かにな。まあそれとこれとは別ですよ。ババメキとは違って頭脳戦だ。また、小野城先輩や天神に軍配が上がりそうだ。はい、イレブンバック。イレブンバックは11を出すときにその次が小さい数字に行かないといけないってことですね。何それ、ご当地ルールですかこれ。11出したらその時だけ小さい数字が強くなるの。出た、ご当地的な常識でしょ。いろいろあるよね、矢切りとかさ、8だったら切れるとか。常識ではないだろう。なんでもイレブンバック割と常識枠じゃん。天神家では代々これでやってきた。あとなんだろう、いっぱいあるよね。こいつローカルルール押し付けてくる系のやつだ。結構いっぱいあるんだよな。なんだろう、プチ革命みたいなやつです。ああそうだね。かつ革命っていうのは4枚出すと革命って言って、その後のゲームが全部小さい方が強くなるんだね。だ例えば普通だったら3から3か、あでも2が一番強い場合と2が一番弱い場合もまたローカルルールであるから説明するの難しいな。で3からかな、3からまあ上が強いとして、あの4枚出した場合、普通はキングとかが強いんだけど、4枚出すと小さい方が強くなるっていう、そのゲームだけ1ゲームだけなるっていうのの、まあちっちゃい版だから11出した時はそのカードを出したターンだけなんだけど逆が強くなるってやつね。あとあれだな、スペードの3とか、あのババよりも強いスペードの3みたいなとか、ローカルルールいろいろありますね。あ、なるほど、そういうことなら逆にちょうどよかったのだ。そっか、今大富豪だから、あの天神さん大富豪だから、メイナハマさんの方があれかな、あの弱いカード持ってるのかな。もう中盤なのにまだ弱いカードいっぱい持ってるのか。あ、そのにやけた顔、まさか3出して上がって革命してくるのかな。それじゃあ私が勝たせてもらうよ。革命やばいな。あの一番イレブンバックで一番ちっちゃい数字が強いですってなって、一番ちっちゃい数字出した後に4枚出して革命打ったんかな。甘いですね、革命返し。出た、革命返し。なぬー、あの元の強さに戻りましたね。ナイスだ、リアル大富豪。リアル大富豪、それ呼ばれんの嫌そうだな。口に出すなよ柳川くん。どちらにせよ私の勝ちね。はい、ジョーカー、これは切れない。スペードの3じゃない。あらあら、出た、スペ3。スペ3で返しちゃおうかしら。スペ3わかんない人いるのかな。ローカルルールって聞くけど、だいたいローカルルールわかるから、うん、混ざるよね。な、学生時代とかさ、え、そんなルールあんのって、なんかびっくりした記憶がある、イレブンバックとか。あのスペ3は切れますね。スペードの3、数字的には、最弱だが、唯一のジョーカーを切れる特殊なカードだ。ってことは、3がさ、最下位だから、2が一ちゃん強い。の次がジョーカーぐらいの、あれかな、ルール形式かな。だが最弱のカードを終盤まで残すのは リスキーで、使えるのはジョーカー単体に対して、まさかこうなることを予測していたとでも言うのか。ジョーカーって何でもできるんで、2、1枚とジョーカーで2を2枚出ししてる手っていうパターンがあるんですよ。なので、1枚だけ持ってるだけだとスペードの3だけでしか切れないんで、あのジョーカー単体出しっていうのが来ない可能性があるの。だから残すのか残さないのかっていうのは結構リスキーな話なんですよっていうことが書いてありますね。これでおしまい。はい、一上がり。あ、都落ちじゃない。さすが会長。まあどちらにせよ次で上がりなんだけどね。実はもう一枚もジョーカーだから、はい、誰も切れない、はい、罰ゲーム開始。超嬉しそうに言うじゃん。あれ、都落ちルールは、都落ちルールないんだ。いや、天神が最下位だろう。あ、都落ちルールだ、出た。何を言ってるの。おし、ご存知ない。イレブンバックを知ってるのに都落ちルールをご存知ない。どういうこと。なぜなら天神は都落ちだからだ。
テンション高いな、柳川くん。いや、天神さんから褒められたいのかな。柳川くん。宮古内、それは、大富豪以外が先に上がると大富豪は自動的に最下位となるルールである。つまり大富豪はもともとプラスの利点があるので、まあ、常に1位を取り続けないといけないですよねっていうルールですね。これはまあ一番大富豪になると、まあ、レアカードを大貧民から奪うっていうルールが大富豪にはあるので、バランスを取るためですね。1回でも負けたらそのキープしているものが崩れるっていうルール形式ですね、はい、そうしないとずっと、なんつうの、大貧民とかが勝ち上がる術というか、変わっていくことが少なくなっちゃうんで、そういうルールがあります。ね、そうすると、大富豪とか富豪がずっと、同じ人がごちゃごちゃ1位に1位にいって取り続けちゃうから良くないよねってやつですね。今の大富豪は天神のため、大野城会長が上がった時点で再開は決定して、いたのだ。何よそのローカルルール。マジそんなの知らないわ。知らないの。都内は結構イレブンバックより有名じゃね。どの口が言うんだ。ポチポチ。あ、都内は協会公式ルールっぽいです。ああ、公式ルールなんだ。それすら知らんかったわ。そんなの知らないわ。強情だな天神さん。あと最後ジョーカーで上がるのも禁止上がりっていう反則技みたいですよ。ほら協会公式。あったなそれ。何で矢切りで上がるのもダメだっけ。確かジョーカーに矢切りで上がるのがダメじゃなかったっけ。確かそういう意味だとスペさんで上がるのもダメだっていう気がするな。そういうなんかなんだろう、ウノでいう文字上がりみたいな、わかるかな、ウノわかる人。なんか数字じゃなくて記号のカードとかがあるんだけど、それで上がるのが禁止みたいなのが大富豪でもあった気がする。本当だ、これは知らなかったな。反則2本取ってますけど。あーもう何よ大富豪って。ローカルルールばっかじゃない、嫌い。俺イレブンバックを堂々と押し付けてきた女が唐突にブチ切れてるの面白すぎるな。結局アキちゃんがルールに溺れてんの。プギャーみたいな、溺れてんのプギャーみたいな。じゃあお待ちかねの罰ゲーム。罰ゲーム。世の川くんのいいところ言ってもらいましょうか。はい、天神さんね、好きでしょ天神さん、柳川くんのこと。結構イエーイ言ってもらいましょうかね。はい、柳川先輩の好きなところは？どんなとこですか？そんなの、いや、絶対言いたくない。テレビたいな、天神さんのテレビたいな、僕だ。いいえ言いたくないならいいんじゃないか。違うやつにしよう。柳川くんもちょっと恥ずかしがってんじゃん。柳川くん、聞きたくないのか、私の好きなところみたいな。どっちやねん。どうしたいんだお前。なんか柳川くんがね、じゃあ先行こうぜって言うと、え、何、私のあなたの好きなところ聞きたくないわけ、あなたみたいな感じの顔してますけど。私も和子ちゃんも言うからね、お願い。ね、和子さん巻き込まれてますけど急に。ええ罰ゲームとは。え、何そのハーレム展開急に。なら言う。おい、何対抗してんの。何対抗してんの。さっき言いたくなかったんじゃないですかね天神さん。普段育児なしのくせに一度スイッチが入ると私をグイグイ引っ張って助けてくれちゃうところが好き。ガチじゃん。ガチじゃん天神さん、結構ガチじゃん。ガチなこと言うじゃん。ときめくじゃんこんなん。はい、そうですね。天神さんは1学期3人の元カネに、元カネに復縁を迫られ窮地に陥った。その解決に協力したことについて言ってるのだろう。これで満足？私がここまで褒めているのだから土下座して喜びなさい。土下座しとこうか柳川くん。いや、めちゃめちゃいいデレだったよ。おありがとう。急な不意打ち食らって結構赤面してんのかな柳川くん。あきちゃん、アキちゃん、それ結構ガチで好きだよ。ん？あらあら素敵じゃない。それはいいのか大丈夫か。あ、コスミさんという人がいるんですけど、て、天神さんみたいな。わかるわかるわかる。ガチで好きな2人いますね。メイナハマさんはちょっとね、一応男子間で友情というポジションに落ち着いてますけど、この2人多分がっつり柳川くん好きだと思うんで、役員さんと天神さんだからね、共感するところがあるんでしょう。もう
何言わせるのよ。わかるって。会長は、会長はどういうとこが好きですか。叩けばいろいろと出てくる。あと素直なところ。そうね、見ていて全く飽きないわ、菊ヶ丘と違って。そうね、いろんなのが出てくるね。あと素直なとこいいよな。菊ヶ丘くんは結局ね、やっぱなんだろう、時短じゃないけどな、一番自分にとっても周りにとってもいいことを引き出そうとしてしまうから、家庭を楽しむというよりは、なんつうの、順当な頭いい人のムーブって感じだよね。だ主人公よくあるさ、壁にいろんなのにぶち当たってそれを乗り越えていくのが気持ちいい、見てて気持ちいいなって人からしたら、菊ヶ丘くんよりは柳川くんの方が好きになるかもしれない。菊ヶ丘くんもめっちゃ好きだけどね、イケメンだし。え、ありがとうございます。めっちゃ褒められてんだからちょっとわかんないけどね、これね。この人さらっと怖いこと言うな。あと最後余計なの聞こえた気がする。どんだけ菊ヶ丘くん嫌いなんだよ。最後和子ちゃんはどんなとこが好きですか。私はガチ勢2人目、柳川先輩を取り巻く人たち、学校、街並み、思い出、そのすべてです。ちょっとあれだ、ドキッとするというよりはちょっと感動する方面のコメントだ。役員、ファコちゃんめっちゃかっこいい。それって私も好きってことだよね。心に響くな。私も含まれてるわよ。もういい感じに丸くまとまった感じになっちゃった。先輩もめいちゃん先輩も圧縮しないでください。これが幸せなんだろうな。今までの学校とか中学校生活では手に入らなかった人たちなんだろうな。ぎゅぎゅぎゅ、圧縮すんだっつってんだろ。あらあらあら、じゃあ俺はそろそろ寝るわ。逃げましょう。え、もう帰っちゃうの。まだなんかします。まだ勝負はこれからよ。まだやるんですか。あ、死ぬかと思った。特に目の浜さんのね、強いおっぱいによってね、圧縮されると死んじゃう可能性がありますからね。もう12時近くだぞ。寝んの早くね。これ以上ここにいたら俺のメンタルも、役員よろしくクラッシュされそうなので逃げることにする。朝練したいしな。朝練すんの。ほんとなぎなたバカね。おい偉い、まあ、それだったらちょっと止めるのかわいそうだな。私みたいに午前3時ぐらいまで起きながら、ゲームしたり、実況編集したりしてる、夜更かし不健康野郎や、寝た方がいいですね、マジで。ちょっと反省しますわ。体鈍ると、コスミにも悪いし。やっぱコスミファーストですね。コスミさんファーストの柳川くんです。あら、コスミさん狂いの誤りだったわ。なんとでも言ってあげてください、もう。ほっとけ。まあ、実際彼女だしな。じゃあね、バイバイ。彼女を大切にしてるのはいいことだと思います。おやすみなさい。おやすみです。すやりましょう。はい、その後も結構遅くまで女子部屋から、騒ぎ声がしていた。隣だからね、響くのかな。柳川先輩、え、寝てる。え、え、ちょっとだけ添い寝、添い寝かな。ちょっとだけ添い寝かな。あ、添い寝かな、やっぱ。落ち着く。まずいですよ。役員さん、あれだね、柳川くんの匂い好きになっちゃったね。あら、あー、終わっちゃったけど、終わっちゃっちゃけど。朝は、野鳥の鳴き声で心地よく目覚めた。さて練習の準備をするか。で、なんでこの子が隣に寝てんだ。大丈夫か。待って、時間いい感じだね。今20分なんだけど、ちょっとこれもう一個見とこう。2話見とこう。野鳥の心地よい、鳴き声で目を覚ます。山間部だと鳥の鳴き声まで違うんだな。朝起きするのも、すがすがしい。さて、朝練でもす。するかな、するかな、やっぱ。やっばくないこれ。ちょ、待って。閉じよう。これはちょっと修正しないといけんかもしれんな。いや、今回 CG 多くていいですね。私、ムービン、やっぱり CG 大好きなので、やっぱ CG を回収するというね、ギャルゲの良さもあるとね、また一段と、プレイしてて楽しいんですけれども、いいですね。よく言うと、下着、まあ、浴衣の下は下着着ないものだと言いますからね。しょうがないですね。はい。ふと隣を見ると役員が俺の布団に潜り込み、気持ちよさそうに寝息を立てていた。普段は毛先まで揃ってるはずの金髪サラサラだが、サラサラがここまで、これでもかというくらいに乱れ、そしてそれは薄手の、浴衣もしかりであった。
一応まとってはいるものの、襟元からおへそに渡って白い肌があらわになっており、ひとたび寝返りを打てば完全にはだけてしまうだろう。起きろ、役員。あ、柳川先輩、おはようございます。寝ぼけてんのか。え、どうしてここに？いや、こっちのセリフ、こっちのセリフ。それはこっちのセリフだ。まさか私に変なことしてねえよ。変なことしてるのはお前の方だろ。ここは俺の部屋だぞ。そうだよ。そうだ、私寝落ちしたんだ。恥ずかしい。役員、落ち着け。信じられない、恥ずかしすぎて死にたい。もう大好きな先輩の部屋に潜り込んで寝ましたとは言えないわな。よくわからんが、こういう時はあれだ。どれだ？練習に付き合え。何？なかったことにしようってこと？なかったことにするか。はい、1、テンション低く。はい、ダメ。1、テンション低く。今日くらい休んでもいいんじゃないですか。そっちか。ダメだ、俺の部屋に入ったのが運の尽きだ。最後まで付き合え。これで食材としましょう。うげー。はい、にーねえ、にー、はい、にー、はい、3。空気が澄んでて心地いいな。そうですね、空気が綺麗って言いますよね。そうですね、こういうところ。朝日が綺麗だ。本当だ、綺麗。これもいい思い出なんじゃないですか。こういうのも悪くないだろ。はい、コスミとも一緒にできればよかった。それ地雷じゃない？大丈夫？あ、地雷だ。あ、よくないやつ。あ、よくないやつだな。その女の子といる時に他の女の子の話しちゃダメなやつだな。まあ彼女だからしょうがないっちゃしょうがないんだけどな。2時間の朝練を終えすぐに露天風呂へ直行した、朝食まではまだまだ時間がある。練習後の温泉は最高だな。汗を流していきましょう。柳川先輩、こっちまで声漏れてますよ。やっぱ一枚しかないの、壁の隔て。もいたか。無駄に汗かいたので。誰のせいかな。言うほど動いてたか。ま、お疲れさん。ちょっと動いてても汗かくことあるやろ。お疲れ様でした。お疲れ様です。先輩って本当にコスミ先輩のこと大好きなんですね。まあそやろな。せやな。何を今さら。その子のことで1年以上悩んでる人だからね。合宿に来てる間もずっとコスミ先輩のことばっかりで。私のことはどうなんだとか言うのかな。部活の練習欠席してんだ。気がかりなのは仕方ない。あ、自分が休んでこっち来てるってこと？私には入る隙ないですか。お、革新的な一言。ん？どういうことだ？わかるだろう。わかるだろう、柳川くん。音割れ。クソ音割れ。下げとかないといけないな、私の声。それすら理解されないのちょっと辛いな。泣いてるのか。鈍感すぎやろ。泣いてなんか。先に好きだったのにな、みたいな感じなのかな。じゃあ、どうしたんだよ。え？すると突然俺の目の前に役員が姿を現した。柳川先輩。来ちゃいました。行動力の化身。気になるけどここで切っとく。ここで切っとこっかな。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。 90% ってことなので、多分これ終わったらもうあとラストのストーリーになると思うんで、あと2パートぐらい、なんかラスト結構多かったりするんで、あと2パートぐらいかな。はい、混浴デートってことで、朝練が終わり、露天風呂へ直行、女湯からは、役員の声がする。って、どうして、女湯にも役員がいるんだ。女湯にもじゃないでしょ。女湯に来たんでしょ。あ、逆か、男湯に来たんでしょ。はい、というわけで、どうなっちゃうんですか。誘惑されちゃいますね、柳川くん。どうなっていくか、次回のパートまで、お楽しみにください。はい、お楽しみにくださいって合ってる？お楽しみくださいでいいんじゃない？お楽しみにの2いらないんじゃない？めんどくせえ、めんどくせえ男が私いるんですか？ここに1人いるんですか？はい、というわけでね、次回こちらのイベント、先ほどの、混浴デートは次回見ていこうと思います。今回はいい時間になりましたので、ここら辺で収録を区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。